前回のあらすじ、関東学院に入学したたくみくん、何の部活に入ろうか迷っていると、そこにオーケストラ部の妖精ハゲちゃんが現れる。たくみくんはオーケストラ部の魅力を知り、楽器の種類を聞こうとしたけれど、ハゲちゃんはたくみくんのことを泣かせてしまい、おまけにハゲちゃんも泣いてしまいました。そんなところに謎の人物が現れて。お困りのようだね。誰？私がこのオーケストラ部に伝わる伝説の妖精、おしげちゃん。私の息子の息子のハンゲちゃんだ。大きくなったね。ってことはハンゲちゃんのおじいちゃんってことだ。そういうことなのよ。そういうことね。お久しぶりだわ。お久しぶり、じいちゃん。で、なんか困ってることがあるじゃん。そうなんだよ。このたくみくんがオーケストラの楽器をなんと知らないんだって。何？まあそれなら、このオーケストラ部に伝わる伝説の妖精、おしげちゃん、オーケストラ部の楽器についていろいろ教えていくぞい。それじゃあ行くよ。ベートーベン。皆さん、こんにちは。バイオリンカートです。バイオリンはオーケストラの中でも花形のように呼ばれているんです。そんなバイオリンは自由自在に音色を操ることができるとても素晴らしい楽器なんです。それでは実際に演奏してみましょう。今年度は8人の新しい仲間を募集しています。みんな一緒に演奏しましょう。待ってるよ。それでは次の楽器紹介、レッツゴー。こんにちは、ビオラパートです。ビオラは低く深い音色を出すことができます。さあ、どんな音がするのでしょうか。募集人数は4人。それじゃ待ってるわね。あ、忘れてたわ。次の楽器紹介へ、ゴー。こんにちは、チェロパートです。チェロという楽器は人の声にとても音が似ていて、聴いていてとても心地よい音がします。さらに音域も広く、とても幅広い演奏をすることができます。では演奏を聴いてみましょう。私は4人のチェロパートの新入生を募集しています。みんな待ってるぞ。それでは次の楽器紹介へ、ゴー。どうも皆さん、こんにちは。コントラバスパートです。コントラバスはオーケストラの中でも一番低い音を出すことができる弦楽器です。そしてオーケストラをずっしりと下の音から支えている楽器です。では今からコントラバスの音を一緒に聴いてみましょう。コントラバスの音はどうだったでしょうか。コントラバスは来年2人募集しています。ぜひ僕たちと一緒にコントラバスを弾きましょう。さあ、そして今まで紹介してきた全てが合わさったらどんな音がするのでしょうか。お聴きください。Thank you.
いろんな音域を奏でるチェロ、ダイナミックに音を奏でるコントラバス、案外弦楽器も魅力的だな。おい、そうそう、いやー僕は匠君が分かってくれて嬉しいよ。でもな、匠君、僕たちと一緒に弦楽器をやってみないかい。弦楽器もいいんだけど、なんだこの音、こっちから聞こえるぞ、こっちだ、こっちだ、こっち。こんにちは。こんにちは。新入生だよね。そうです、新入生です。オーケストラ部待ってるね。はい。ここ真っ赤だよ、どうしたの？それって、もしかして恋？次回胸キュンラブストーリーまさかの開幕、たくみくんの恋の行方は、そして何の楽器が登場するのか、第3話お見逃しなく。オーケストラ部は Twitter や公式 LINE で毎日の活動の様子や定期演奏会までのカウントダウン動画を配信しています。ぜひご覧ください。部員インタビュー in spring 合宿。さあ、それでは行ってみましょう。あなたの学年とパートを教えてください。今、合宿初日が、春合宿、初めての春合宿初日が終わろうとしてるんですけど、どうですか、春合宿。楽しい。素晴らしいです、素晴らしいです。今、初日が終わってみて、楽しかった。何ですか。三月中。いいですね。あなたの学年とパートを教えてください。僕は、中3のバイオリンです。ファーストバイオリンです。ちなみに、あなた去年中学部長やっていましたけど、どうでした？あ、そうですね、結構いろいろ学ぶこともあって面白かった。面白かった、よかったです。今春合宿中だと思うんですけど、今回の合宿の中でなんか楽しみなこととかありますか？そうですね、僕が有志で発表に出るので、それが楽しみです。ありがとうございます。頑張ってください。